女子美術大学短期大学部は東京都杉並区は第一の49の8日本部を置く日本の私立大学である。1950年に設置された。大学の略称は女子美。1900年創立の私立女子美術学校に期限を持ち1950年に設置された。1990年代までは1学年の定員が600名を超えていたが、 芸術学部の学科再編に伴い定員数は減少している。2009年の1学年定員は造形学科180名、専攻科50名。学科過去の学科体制専攻科かつて設けられていた、家庭別科かつて設けられていた、別科取得資格について、付属機関大学関係者著名な出身者美術家、アートディレクターデザイナー、イラストレーター、カリグラファー、 映像作家漫画家俳優タレントその他台湾、イギリスフィンランドオーストラリア日本、01から1、学校法人一覧、文部科学省、P123、2021年9月9日、閲覧、AB、学校法人女子美術大学女子美術大学短期、大学武器鑑別評価結果、一般財団法人大学、短期大学基準協会、 P7、2021年9月9日閲覧。AB、令和2年度全国短期大学一覧。文部科学省。P67、2021年9月9日閲覧。短期大学名等の変更届出一覧。文部科学省。2021年9月9日閲覧。ABC、遠隔。女子美術大学、女子美術大学短期大学部。 2021年9月9日閲覧、自己点検評価報告書、文部科学省、P32021 年9月9日閲覧、女子美術大学略士より、ありがとうございます。